今回北海道ペンネームつばめ返しは最近恥ずかしかった出来事ありますかってそんな中でっていうか、まあ彼はいつものつなんだっけすいませんって恥ずかしかった、まあそれもね、誰かと言ってたら恥ずかしいですよね。ミキちゃん何かあります恥ずかしい。私なんか綺麗めな格好してちょっと細いヒール履いて、あの高いヒール履いてる時に溝にそれが引っかかっちゃって靴が脱げちゃったんですよ。でそれもうその時点で恥ずかしいじゃないですか、靴が一個だけ置き去りになってるから、うん、でそれを頑張ってこうやって取ろうとしても全然取れなくて、うん、でもうその間すごい人も見てるし、うん、もう一生懸命靴をこう取るんですけど、うん、結果壊れちゃって靴が、うん、取れちゃったんですよ、あの下のゴムの部分が。そうでそれを今度履いたら、うん、あの下の何ですか金属がむき出しになってるから、うん、もう音もすごいし、もうなんか踏んだり蹴ったりでした。金属だからちょっと歩くとちょっと金属音するから、カン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 裏打ちみたいな。鉄ゲうん、なんか、ね、他の人は気づくか分かんないですけど、自分的には超恥ずかしかった。あの、マンホールのちょっとした穴あり。そう、あれも引っかかる。入ります。なんか日本溝多いんですよね。うん、あそう。ちょうど、あれが入るサイズ。そう、あれが入るサイズ。余っちゃうとね。あれの溝とヒールの大きさ合わせてる可能性があるっていう噂あるんですよ。え？わざとはめようって、なるほど。なるほどな。そしたらそこを行くと手を差し伸べるじゃない。男性は、うん。もしくは雨の時はそこのマンホールの上はバイク通らない方がいいみたいな。ありますね。カッて滑るんだ。ほんならあの、ベルギーワッフルを下に張り詰めてもいいってことですね。それもね。どういうことですか？ちょうど隙間に入りますね。隙間に、マンホールの隙間の。そう。速攻のとこ。うん。あの、ちょうど入りますよね、あの、ね、四角いとこね。入ります。ベルギーワッフル。ちょうどベルギーワッフル。いや、なるほど。こんな規定じゃないでしょ。そうしなきゃ。それ用のサイズという噂もあるから。ベルギーワッフル入れるためにそのサイズしたわけじゃないそっちに合わせたという噂も都市伝説があるから。で、今回、青井翔太君の新曲がベルギーワッフルって。違う。これやっぱマンホールの横文字ですけど、横文字ではありますけど、どういうメッセージがあるんですか。今回の曲はどんなイメージで。今回はですか、あのまあ一つで、うん、一つのワッフルは美味しいけれども、うん、けど乗っかるんや。いろんな今いろんな味がありますよね。いろんな味があるから、それを全部一個一緒に食べると、うん、もっと美味しくなるよねっていう。なるほど。セットで買いなさいっていう意味ね。買ってくださいっていう。なんだそのクソみたいな歌詞は。誰が買うんだよ、そんな歌。ワッフルは、たくさんあるけど、結局は一つなんだよってこと？そうです。あの、一個でも美味しいし、うん、各あのフレーバーも美味しいけど、うん、でも一つに集まったらもっとすごいことになるんだよっていう。素敵やな。なるほどね。全然違うやん。だって。なんだよ。それが、なんていう曲名？フラワーです。ワッフル違うか。ワッフル違うか。全然違う。じゃあ聞いてみようか。聞いてみようか。聞いてみようか、うん。じゃあ聞いてください。2017年1月25日リリースの新曲でございます。青井翔太でフラワー。